こんにちは、松はいつも一人の松です。2021-2022シーズンチャンピオンズリーググループ F 第4節アタランタ対マンチェスターユナイテッドの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはですね、先ほど今紹介したラジオじゃない試合の、大きなネタバレを含みますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。アタランタのホーム、ジェフィズスタジアムですね、で試合は行われました。アタランタはですね、ガスペリーニのもと、彼のね、伝統というか、彼ならこのフォーメーションでしょっていう、3-4-1-2 ですねといった形で、ゴールキーパームッソ、センターバックはデローンとデミラル、そしてパロミーノですね。で右のウィングバックにザッパコスタで、ダブルブランチという形でフロイラーと、コープメイネンスかな。で左にメーレが入り、トップ下パシャリッチ、ツートップがイリチッチと、ドゥバンサパだという形です。でマンチェスターユナイテッドはスールシャルの下で、ミラーゲームのような形で今回は 3-4-1-2 で来ました。3-4-1-2というかね、結局ね、スパーズ戦で味を占めてまたこの形かいっていう話なんですけど、ゴールキーパーデヘア、センターバックバイリー使われました。センターバックバランと、あとマグワイアで、右のウィングバックバンビサカ、マクトミネート、ポグバのダブルボランチ、左ルークショーで、トップ下がブルーノ、ツートップがクリスチャノロナウドとラッシュフォードという形です。まず前後半ちゃちゃっと、得点シーンだったりを紹介するんですけれども、11分にアタランタが先制点を取ります。フロイラーから、サパタへの縦パスが通りまして、サパタが、しっかりとキープした中で、中央へちょっとマイナス気味のクロスを、出しまして、それをイリチッチがシュートしゴールと、VAR が、ね、入ってたんですけど、これは普通にゴールだろうというような形でした。で45分10秒にユナイテッドが得点を取ります。グリーンウッド、ブルーノ、ロナウドの連携から、ブルーノがね、後ろへ戻す、バックパスみたいな形で、それをロナウドがしっかりと決め切るというような形です。で後半は、55分20秒にアタランタがですね、パロミーノから、センターバックの背後へと抜け出していたドゥバン・サパタへとパスを出し、サパタがしっかりと冷静に決めました。で91分に ユナイテッドがですね、サンチョの持ち上がりから、左のロナウド、そして深い位置を取ったファンデベーク、久しぶりに出てました。そのファンデベークが、クロスを取って深い位置からね、で合わないものの、流れたボールがロナウドの元へと渡り、ロナウドが、カットインするような形で中央に侵入していき、ボックス内、ちょっと外側というかボックス内にいた、グリーンウッドに渡し、ちょっとごちゃごちゃっとするんですけど、その流れたボールがロナウドの元へと行き、ロナウドが、ダイレクトでシュートを打ち、本当にもう見事としか言いようがない、シュートを決めまして、同点というような形で合計スコア2-2というような形で試合は終了いたしました。皆さんね、この試合見られた方、特にユナイテッドのサポーターはね、全員見られてたと思いますし、どうしてもやっぱり、多くの試合、特にこうスパーズ戦だったりとか、リバプール戦だったりとか、ユナイテッドからすると、この2試合をどうしてもやっぱこう辛かったので、リバプール戦は特に辛かったですけど、その後のスパーズ戦で味を占めて3バックにして、それで結果が出たというかね、スパーズがあんまり良くなかったんですけども、それに味を占めて、スルシャルがこの形で来たんで、結局これかいっていう形にはなったんですけど、どうですか皆さん、このフォーメーションを見た瞬間の印象っていうのは。僕はね、スパーズとの試合の、総括プレビューでも僕めちゃめちゃ話してたんですけど、この形をやるならば、カバーニ必要だし、カバーニとブルーノのような、献身性のある動き、献身性のあるディフェンスで意味の分かった動きだったりとか、そういう、こうポジショニングをまず間違わないような選手、
で動きも間違わないような選手っていうのが基本的には必要になってくるなと思って、その時にこのカバーニを変えてラッシュフォードで行くとかグリーンウッドで行くとかね、グリーンウッドはまだいいかもしれんけど、ラッシュフォードで行くとか、なんかそういうなんかただ単にフォワードを置き換えてもできるみたいなことを、まあ、スールシャールがやってこないことを祈るみたいなことを話してたんですけど、まあ、案の定やってきたので、やっぱこの人分かってないんだなってやっぱ改めて思いましたね。このシステムでこのフォーメーションでこのスタメンを見たときに、あ、いやもう変わんないんだわって思いました。もう正直言ってね、なんかもう辛いとか悲しいとかなんかもうそういうのはなくって、もうただただひたすら呆れてるだけっていう感じに近いですね。もうずーっとあまたかっていうような感じです。はい、まあちょっと話長なったんですけど、まあ早速ちょっとチームの話いきますね。まずアタランタの方からいきます。攻撃時は 3-4-3 に近いような形で、パシャリッチとイリチッチが結構まあシャドウのような形だったかな。でウィングバックが基本的に幅を取るような形で、まあ人とスペースをしっかりと使いながら、まあ動きを出しながらしっかりとユナイテッドの選手たちをまあ引きずり出して、まあ、そのスペースを作ろう、まあ、使っていこうみたいな攻撃は見えていました。実際やっぱりポグバだったりとかのやっぱこう守備の甘さっていうのはもうずっとなので、だからボランチで使うなってもう何度も僕は言ってるんですけど、ここでねラジオで言ってるんですけど、まあ、そこをしっかりとね、抜け目なくアタランタも使ってミドルシュート、まあ、中央から打ったりだったりとかしっかりチャンス作ってたので良かったと思います。で守備陣に関しては、まあ、5-3-2 のような形で、まあ、スペースを閉じるんですけれども、基本的に人へのアタックはしっかりするのでいいんですけど、ただやっぱりどうしてもこう人を捕まえに行く守備をするとその背後のスペースっていうのを突かれる瞬間がどうしても出てくるので、特にロナウドの1点目の、連携からのシュートになってくると、引きずり出されたスペース使われると失点してるわけなので、あの辺はやっぱこうもうあそこまでライン低くなったら、まあ、しっかりともうスペースを消すような状態でもいいんじゃないかなと思うんですけど、でもそうしてしまうとやっぱアタランタの、まあ、個性っていうのが消えてしまうのは可能性があるんで、まあ、それはそれでまああれなんですけど、まあ、でも勝つっていうこと、まあ、失点をしないっていうことを考えると、まあ、こういった手段も、まあ、ガスペリーニにあったらもっとこう、より高みにいけるんじゃないかなとはやっぱ個人的には思ってしまいます。はい、で後半からですね、デロンが、まあ、実況の方も言ってたんですけれども、まあ、デロンがね、ブルーノに対してマンマークに近いような形でマークはついてたんですけども、確かにブルーノに対してマークにつくことはユナイテッドの攻撃に関しては間違いなく有効です。でただね、ブルーノを抑えたら確かにユナイテッド何もできなくなるんですけども、基本的にね何もできなくなるんですけど、なんて言ったらいいのかな、ブルーの抑えてくれたからこそなんか他の選手が、まあ、どうにかしなあかんってなったのもあったと思うんで、実際その、まあ、ブルーのが途中で後半の頭じゃない後半の終わりぐらいに近いぐらいでファンデベークに交代したじゃないですか。でファンデベイクにはマンマークがついてなかったわけですよ。でまあそういった中でやっぱファンデベイクはやっぱこうスペース感で受けたりだったりとか、その相手の、まあ、背後へのランニングだったりとかね、それこそ得点シーンにつながった瞬間 の、 ちょっと前のシーンで深い位置を取った、ランニングだったりとかね、そういった動きを出せる選手なので、まあ、ファンデベイクはファンデベイクでめちゃめちゃいい選手なんですけど、まあ、ブルーノはブルーノで、まあ、彼を抑えてきたことで、まあ、確かに停滞はしましたし、ユナイテッドの攻撃に関しては何もできなくはなるんですけど、まあ、抑えられたとてユナイテッドは結局スールシャールなんで何もできないんで、まあ、なんて言ったらいいのかな、まあ、ガスペリーニが、まあ、とりあえずブルーノの実力を認めてブルーノを止めてくれたけど、まあ、スールシャールは結局それに対して何もしてませんっていう感じですね。なんで、まあ、僕からすれば、まあ、アタランタから、まあ、僕からすればというかアタランタからすれば、まあ、勝てた試合だとは思います。早めの段階から、まあ、まずブルーノを抑えに行くことと、
しっかりと、まあ、人につきに行く守備っていうのは全然アタランタのあれでいいと思いますし、前から守備していくことも全然いいと思うんですけど、ただやっぱこうラインが低くなった瞬間にはやっぱこうスペースを消してあげればユナイテッドは何もできなくなるんで、ブルーの差を抑えちゃえばで、ロナウドがやっぱ外へ流れたりして、中央がすっからかになった時に誰も入ってこないんでね、そういったことを、まあ、しっかりと、まあ、スカウティングしてるはずなんですけど、まあ、そういうユナイテッドが苦手なことをもっとさせてあげれば、正直アタランタは失点せずに勝っていたんじゃないかなとは僕は思います。でユナイテッドの話に行くと、まあ、基本的にまあこの形になっていたことがまずまあ味を占めよったな、あのスールシャールという話で、でまあスパーズとのね、そのさっき言ったんですけど総括プレビューの時にも話した、まあ、カバーにできる動きを、まあ、ラッシュフォードにはできないので、カバーにだからこそできるあの献身性でちゃんと頭のいい動きだったりとかね、ラッシュフォードは確かにスピードもあるしキック力もあるんですけど、ポジショニングがたまになんでそこおんのみたいな、そこおったらかぶるじゃんとか、そこおったらコースねえじゃんっていう、味方のサポートなってねえよっていうポジションに立ったりするんで、まあ、相変わらず治らないんですけど、だからこそいい指導者に早出やってほしいんですけどね、そこさえ治ってしまえばめちゃめちゃいい選手になることは間違いないんで、ラッシュフォードなんですけど、やっぱそこを分かってない状態でスールシャルも使ってるんで、やっぱこうなったよねっていう状態になってましたし、で守備陣に関しては 5-3-2 でしっかりとね、ブロックを組むんですけど、普通にボコボコ中通されたりしてたんで、あそうですかっていう話で、またなんか本当にね、人を配置したらいいんかっていう話になってるんですけど、相変わらず何もできてないんでね、スールシャル、ほんまにねびっくりしますね本当に。でディフェンスラインからのビルドアップに基本的にデザイン性がないので、相変わらずあのその場その場で選手が、まあ、判断して、まあ、サポートに来たりとか、まあ、そういう状態になってるんで、なんかこう連動性も特にないし、で大きなサイドチェンジ作ったような、サイドチェンジみたいなものもまずないし、で苦し紛れに頑張ってこうサイドチェンジしたりとか、であの低い位置でねポグバがあの奪われて結構危ないシーンあったりしたんですけど、あれってねやっぱポグバはあの低い位置で持たせたりとかするとこねる癖あるし、もちろんあの選手のロングパスっていうのはもちろんいい武器なんですけれども、そういうことを出させないために、しっかりとフリーで受けさせてあげるとか、しっかりと、まあ、味方がサポートする位置に立たせるとか、ね、なんかそういった動きだったりとか、例えばセンターバックはしっかり開くとかね、そういったことをスールシャルが準備してないからこそ、なんかポグバの悪さも出てるんですよ余計ね。もともとポグバはボランチで使うのは絶対ダメですから、インサイドで使わないとダメですって、インサイドか左で使わないと、ある程度高めの位置からで使ってあげないと、彼は悪さばっか目立つんで、ボランチで使うと。もちろんいい部分もちょくちょく出るんですけど、スーパーな時はね。でも、もう今のユナイテッドと一緒で、そんなこう、なんていうかな、まぐれというか奇跡みたいなことを、その毎試合期待できないようなことっていうのを、毎回毎回やっていくのかと、ポグバに対してね。だからユナイテッドは今、すごくこう、なんていうの、ロナウドが頑張って得点して、最終的に得点してスールシャール救ってますけど、これもね結局どうなんかなって思ってて、確かにロナウドが得点することで、まあ、チームは勝つこともできるし、いいとこまで行くことは間違いなくいけるんですけど、まあ、ロナウドがね得点を取ればね、このような形でね。でもあくまで今グループステージで、でプレミアリーグも今リーグ的には今どんどん落ちていってるわけじゃないですか。でやっぱこう自分たちよりもハイレベルなクオリティのフットボールをしてて、同等な選手たちが揃ってるチームに対してこのフットボールで勝てるのかって言われたら、まあ、間違いなく無理なんで、だから今までなんとなくこう奇跡だったりとかね、まあ、弱点だったりとか、まあ、相手がミスしてくれたことをしっかりとつくことが選手たちができて、大きいチームに勝ったりすることもユナイテッドあったんですけど、結局取りこぼす試合もやっぱ多いので、今回アタランタに引き分けましたけど、ロナウドが頑張ってくれたんでね、
見事なシュート決めてくれたんで引き分けましたけど、でもやっぱりね、やっぱりスールシャルだじゃダメですね。何度も言いますか、はい、もう、はい、ダメです、はい。まあ、アタランタに対しては、まあ、勝てた試合ですけど、まあ、ロナウドにやられたっていう感じだと思います。だからユナイテッドにやられたっていうよりも、あ、ロナウドにやられたなっていうぐらいの印象じゃないですかね、アタランタからすると。で、まあ、個人的に最後の話したいのがファンデベークなんですけど、あ、バイリーもかな、やっと使われたんです、この2人が。で、やっぱバイリーだとやっぱ縦パス通せますし、局面を変えるパスっていうのはしっかりと出せてたと思います。僕やっぱりね、能力すごく高いと思ってるんで、この選手で。やっぱこう2列目を飛ばすパスをすると、例えばそのパスがロナウドに入ったりとか、まあ、ラッシュフォードだったりとか、まあ、例えばカバーに入ったりすると、まあ、その落としを例えばブルーノだったりポグバだったりが前を向いた状態でパスをもらえるんで、よりこう攻撃に勢いも出るし、視野を確保した状態で、ボールを持ってゴール方向に進めるんで、やっぱりねバイリーいいと思いました。だから怪我さえなければっていう選手なんですけれども、彼を上手にね使ってくれるような指揮官が早く来てくればなとやっぱ思いますし、あとファンデベイクに、言えばやっぱこう動きの質だったりもやっぱその短い時間の間でもしっかりと出してましたし、やっぱもっともっと時間与えてほしいし、で彼が生きる采配というかね、戦術だったりとか配置だったりとかもやっぱしっかりと考えてほしいし、でスールシャルがね、なんかあの何だったっけな、なんか試合前になんか言ってたみたいなんですけど、確かね、チームにエネルギーを与えられないような選手は使わないみたいなことを言ってたみたいなんですけど、いや僕これ聞いた時に、ね、ちょっとびっくりして、チームにエネルギーを与えられない選手は使わないって、じゃあお前何与えてんねんって話で、スールシャルはチームに何与えてるんですかって話なんですよ、僕からすると。いやね、別にジダンみたいなカリスマ性があるわけでもないし、で戦術もないし、仲良しごっこみたいなしてるような感じじゃないですか、ずっとね。いや勝つ方法も教えてないし、チームになんかね、それ自分に返ってきてんぞっていうのがなんか思っちゃって、スールシャルに対して、あ、なんか意外となんか自分のことも見えてないんやな、この人って思っちゃったね。意外とっていうか、うん、正直ね、やっぱりこうユナイテッドのレジェンドの選手であることは間違いないので、こういった感じでね言いたくはないんですよ。やっぱりいくらでもいくらいつまでもやっぱこうレジェンドとしていてほしいからなんですけど、やっぱこう監督と選手を同じ立場で何ていうかな、評価するってなった時に、スーパーレジェンドだからって言ってこう監督になったら特別扱いできるかって言われると、そういうわけではないので、仕事も違うし、やることも違うし、やっぱやってくれることもしっかりとしてもらわないと困るし、それはクリスティアーノ・ロナウドにだって言えることで、個人的に選手でどれだけすごい結果残そうと、監督になってやってる内容が何もなければ、それはそれしっかりと言いますよ、僕だってね。だからこそやっぱこうスールシャールのためにも一度ユナイテッドを離れてしっかりと勉強してきてほしい、マジで。まあ、ペップの誰かの元に行くっていうのもいいと思いますし、まあ、ペップだったりクロップだったりナーゲルスマンとかアレグリとかトゥヘルとか、彼らがなぜ勝ち続けられるのかっていうのと、どういったことを選手たちにやらせているのかっていうのをその理解した上でもう一度ユナイテッドの監督に戻ってきてくれるなら嬉しいですけど、まあ、現時点のスールシャールに対してはやっぱりこう何もないので、戦術も何も、やっぱもうどうしてもこう早く席を離れてくれないかなっていう感想しかやっぱどうしても残らない。ごめんなさい、なんかユナイテッドの話しちゃうとやっぱ長なっちゃうな。もう本当にね、ずっと話しちゃうんですよね、
スールチャール、ユナイテッドのことになると、バイエルンもそうなんですけど、もういっか、長なるね、はい、ごめんなさい。はい、ということで、今回は、アタランタ対マンチェスターユナイテッドの総括プレビュー以上になります。皆さん試合をご覧になられた方は様々なコメントあると思うので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。最後にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。